おはようございます。ティナと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。水をね、最近は買うようになりましたね。はい、今まではお茶買ってたんだけどね、水入れてタンブラー、このね、タンブラー、ダーブラーじゃないですよ、タンブラーに入れて飲んでます。水って言ってもいろんな種類がありますよね。まあ、昔ね、どうなんだろう、田舎にしかないかな。ペットボトル買ってさ、ペットボトル買った後はさ、無料で入れられる水あるんですよ。また、格安の水、みたいなのあるよ。それと、アルカリイオンの水とか飲んだ時に、なんか違うんよ、やっぱ。水のね、なんかね、硬さっていうんかな、なんか、水なんやけど味が違うっていうんかな。そう、自分ちょっとそういうのがね、わかる。違いのわかる。ドゥ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 。いやいや、ティラさん。まだ見てねえモンスターいんじゃねえか。というわけで、モンマスの草原山チーム、誰一人としてね、ほとんど実況登場してないね、君たち。頑張ろうか。もう動画にほとんど出さねえんじゃねえかなっていう。動画、プレイ動画でも見たことねえんじゃねえかなみたいな3体も集結しました。今回、キメラ、メタッピ、コドラという草原山です、全員。割とね、草原山チームってね、この鳥とか多いんですよ。キメイジキメラ、ガーゴイルとか。ほんでキメラとかね。まあ一応ね、キラーマシンとかバトルレックスとかも草原山です。さあ行こうか。カタクト、行くぜー。せーの、続き攻撃。はい、よいしょー、ナイス。強いな。仮にもドラゴンですからね。コドラも。なんだかんだで、ね、コドラもね、弱いモンスターではない。ただ他が強い。開始早々強烈なあたり。お互い反撃を、お互い強烈なね、攻撃を、と反撃を与えました。ロケットエム、ピーチクジャンカット少々分が悪いような。いけ、バギーを捉えた、吹き荒れる、あいつ雑魚信じられないぐらい雑魚いんだけど、これ違うよ。敵の風耐性の問題だろ、これ。メッキーちゃんは本家ではお世話になった人もなんだかんだで多いと思うんですよね。うん。ただ、バトルロードではね、まあ、どうにも器用貧乏な感が否めないと。かなり器用貧乏ですね。はい。そのせいで、まあ、マイナーモンスターの一角の一体だと思います。コドラは、ドラゴンキッズが全て悪いです。コドラとドラゴンキッズを比較すると、似たような子供のドラゴンなのにね、おーいと、炎の鳥だ、行くぜー、おいしょ火力よ。君たち火力どないなってんのよ。火力は低いんだよな、全体的にね。マスターダムスキャンしてもこれ。あ、行ってこい、ピーチクちゃん。得意技はピオリムです。はい。得意技はピオリム。行け、突っ込め、おらじゃ、会心でなんとかすんのやめない？威力の低さを。いや、やるね、君たち。いや、コドラの脳天直撃は、素早さ、本人の素早さも高いんで、まあ、なかなかの会心値なんですけど、ロケットダイブでも会心出すとは思わんかったな、俺は。ピーチクちゃんやるじゃねえか。本家ではピオリムしか唱えられなかった。ちょっと本人がね、気にしてるらしいっすよ、ちなみに。さあ、あ、ちょっと待って、大丈夫？ピーチクちゃん、それやばいよ。あ、セーフ！危ねえ！普通キメラに行くはずなんで、ちょっと今の怖かったです。コドラは体勢は優秀ですよ。状態性とか優秀でね、ミニモンとしては、一角としてはね、ミニモンドラゴンとしてはかなり強力な部位に入りますが、ドラゴンキッズが全て悪いです。さあ、行ってこい！バニーを捉えた！ふい！あん！マスターダムスが評価したんだけどな、おかしいな。折りたたんで、突進！いけ、ロケットタイム！いいね。あ、意外と出るね。あ、やるじゃん。ね、この中では一番ピーチクちゃんがモンマス称号で上がってるからね。よいしょ！あ、いいね！ピーチクちゃんなんだかんだでさ、ダブル称号だからね、モンマスの。なんで目立たないかっていうと、なんか目立たないからです。ピーチクちゃんが目立たない理由、あの、体勢も優秀なんですよ。割と、ピーチクちゃんに立っては属性耐性も優秀なんですよ。はい。なんで目立たないかっていうと、なんで目立たないからです。どんな構文なの。モンマス以外でピーチクちゃんを見ることはね、めったないかな。なんだかんだね、モンマスのね、カード持ってない人にお助けになるいいユニットだと思いますよ。はい。
なんだかんだで、お前ら頑張ってんな。あれやめ、え、あれこれ続かないぜ、この動画。嫌な予感がする。やめとけー処刑台に送ってやるよ。何度も言うわ、すまんな。俺はフローラー派なんだ。行くぜ、せーの、あずきゅう。もう、ここで魔王出るっていう時のさ、一瞬で処理されるのよ、君。ブワーン、マイブワーン、マイブーン、マイブーン。お前、暴れ後ろにもう絡まれて敗北したんやからさ、あかんよ、こんなの出てきたら。リンガルになって電話してきな。まあ、せっかくなので、同じ背景の大魔王をお呼びしようかなと。まあ、これだったら、かなり互角の戦いができるんじゃないかと私も踏んでおります。HP が2341しかないからね。さあ、このマイナー軍団。まあ、コドラにとってはちょっと因縁の相手とも言わんくもない。ね。君がドランだとするならばの話だけど。行ってみようか、デスピサロ。行けると思うけどね。ここは。さあ、勇気がフラットの状態から始まる。まあ、大魔王戦ですけども、さすがに、いけるんじゃないかな。懸念点は、意外とこのいつらの HP が低すぎて2300しかないことですね。さあ、行くぞ!ピーチクちゃん!さあ、開幕のようなね、快進撃を見せてくれるか !308、十分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 。あ、調合で結構行くんだな。さあ、行くぜ !123! はい!いいね!弱点取ってるよ。ちゃんとバーニングテールで。350打点出てんなら大丈夫だ。恐怖の爪がこれ大体、あ、コドラに行くんだ。へぇ。まあ大丈夫と思う。そこそこ硬いでしょ。オッケー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 。そこそこ硬いね。オッケーオッケー。さあ、弱点取ります。風ブングだ。吹き荒れる。よいしょー、素晴らしい。いいダメージ出てんじゃん。オッケーオッケー。これを繰り返していけば大丈夫やと思います。ちょっと耐久ライン怪しいね。この2ターン目もフラタなんで、ここの位大事よ。さあ行け、バーニングテイル。行くぜ、ドランちゃん。よいしょ、いいよ。とどめボーダーは難なく持っていけるな。あー、来た。大丈夫かな、これ、暗黒の剣とか。さあみんなの体勢が気になるとこ。頑張れ、避けろ、避けない、避けない、痛い。あー、901か。まだ、まだ、あと一発は耐えれるんだけど、これ一旦目に風のマントでもよかったかな、今更ながら。ちょっとギリギリだよね。この3、4ターン目は凍てつく波動で遊ぶ可能性も多いになります、デスピサロは。ただフルアタで来られた時がケアできないかもしんない。フルアタで来られるとケアできないかも。そうだね。高校凍てつくで全てを無に返される可能性だってあるもんな。どうしたもんか。いやー、ちょっと今までね、迷ってんな。一旦目ね、風マンでよかったかもしんね。さあ、ここ大事よ。やばいね。フルアタで来てんな。これ、まっすぐ来んな。やべな、これ、ちょっとやばいよ。このままだと。あ、やばい。これ、死ぬかも。そうだよな。負け筋が生まれております、今。今も濃厚な負け筋生まれてます。このターンに、全部フルアタイまっすぐ来られてるんですよ。ここで凍てつく波動されると後がなくなります。または先手凍てつくしてくれればいいんですけど、デスピサルが毎回高校に動いてるんですよね。そんな早いモンスターもねえしな、お前。んで。50ぐらいだよね。ダメだ、やばい。これで使わせされたら終わる。 50% 5割で負ける、これ多分必勝のやつ。あー、見つけん、あーあーあー、嘘や。メッキ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 、ええ、負けんの？え、負けんの？だって4ターン目どうしようもなかったじゃん。なかった、なかった。どうしようもなかった。え、負けんの？え、俺勝てると思ってんだけど。え、
はじめの俺もセリフ返してほしいんだけど。あれ？で、なんか、あの、取り直します？取り直さない？一回。一回取り直さない？まだ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 負けてないまだ負けてない。いけー！ドラン頑張れ！あかん！ダメだ！ダメだ！ダメだ！クソ、これダメージ系でいけた！ダメージ系でいけたじゃん！やばい！え？おと、相手の攻撃！え？避けろ！メッキー避けれる！解説理屈や！頑張れ！耐えろ！なんか耐えろ！うおー！嘘やちょっと認めたくない認めたくない負けちょ、ごめん、不甲斐なかった不甲斐なかった、ごめん、不甲斐なかった、もう一回出してもう一回お願いしますもう一回お願いしますちょっと土下座するわ、土下座する。もう一回お願いしますさすがにちょっと今、ね、不甲斐なさすぎる。今のは、俺が不甲斐ないわ。一旦目に使えばよかったんだよ、てか。デスピザロって別に一旦目に早計に使っても別に問題ないから。うん。いや、本来ちょっと5ターン目まで耐えるかなと思ってたんですよ。5ターン目に最終的な判断下そうかなと思ったら、まっすぐ来られて、で、停止した時に限って凍てつカードが飛んでくるみたいな。こんなふざけた展開になっちゃったんで、もう一回やり直すわ。なんだったらあそこカットするわ。カットはしねえだろうな。まあ、ここ防いでね。一旦目に使っていいんですよ、別に。うん。確定防御なんで。はい。これでよかったんですよ。うん。初めからコースでよかったよ。おっと、ジェットブリザードし始めたぞ、この子。威力はね、高いんすよ。まあ、こいつに通ってませんけど。ジェットブリザードそのものは威力割と高いっす。ドラゴン系に負けてないっす。キースドラゴンと同じぐらいなんで、ね、意外と、あれ強いじゃんって なりやすいっす。ピンチクちゃん、ま、決して弱いわけじゃないっすよ。うん、他がいい。他がメカ取るんだったら、他で良いというか。ピンチクちゃん、いい性能してるんですけどね。モンマスで使う分にはね、いいんだけどね。ところで、メッキーちゃんに至っては、このキミラに至っては、完全に器用貧乏ですね。ワンの初期からいるモンスターの一体なんですけど、キミラって。明治キミラやスターキミラは2から出てます、意外と。その一体、まあ、初期勢の悲しみと言うべきですかね。まあ、ドランちゃんは、ドラゴンキッズが全て悪い、やっぱり。何回も言います。ドラゴンキッズが全て悪いです。これ大丈夫かな？今思ったんだけど。今暗黒の追撃食らったじゃないですか。さっきみたいなパターンでさ、やられたりしない？大丈夫だよね。え、まさかそんな筋からで負けるなんてそんな。仮にモンマス99です。確定防御して1回しました。大丈夫だと思います、僕も。さすがに大丈夫だよね。一末の不安出てるよ、今。最悪のパターンって今から全部攻撃されることなんですよ。さあ、ここ大事。オーケー。なぜそれをさっきの時にやってくれなかった？これはもう大丈夫でしょう。さすがにね。さすがにね、大丈夫だと思います。このターンに攻撃されたとしてもマヒャドでしょ？マヒャドだったら全然余裕耐えるから。お、早いね。まあ、このターンにもうこっちが勇気ダメで。リーサル持っていけると思います。マヒャドどんぐらい食らうの？お、痛いね割と耐久足りないんだけど、君たち。2300はちょっとね、少なすぎる!2300 は単純にちょっと HP ラインがちょっと低すぎるというか。よし。とりあえず、まあ、痛めにね、風のマント、風のマントさえ使ってればよかったんですよ。あれは僕が悪いっす。うん、ちょっと悠長なことをしすぎました。ああ、ちょっと自分のね、このチームのことを過信しすぎてましたね。はい。それよくないです。はい。レジェンドヒーロー初期の悲しみを背負ったライアン登場。もうこじつけで毎回出てくる気がするんやわ。いけ、レジェンドヒーロー最弱と言われた男、いけっていう。もうこじつけにも程ってもんがあるやろ。まあ、彼もレジェンドヒーロー最初図だからあんな弱くされたのかな。本当に君には苦労させられたよ。無事だよ。もう、まあ、一安心よ。白目は突破できた。問題は赤目の判断も難しいな。今まで一勝一敗ですよ。じゃあ、これが本番ってわけよ。行こうか、シンデスピサル君。不安しかねー。どうしても、
防御の卓になりがちです。5ターン目に確定防御ができるんですよ。ただこのくらいを見るに5ターン目まで持ちこたえられるかどうか、あと弱点が変化しちゃうんですよね、当然のごとく。うわー、きつい。炎の取りでもダメか。バギーでも炎の取りでもダメか。これもしかしたらやっば、やばいってそれ。いやでもメラゾーマなら割と耐えてくれんか。ちょっとこのピーキーピーキーすぎるね、耐久力が。いった、1点ピーチク燃えたな焼き鳥になっちゃってるぞお前。そうだから悠長なことしてられねえや。もうな、5ターン目まで耐えて風のマントあたりが一番塩梅なんですよ、通常の攻略方法ならね。通常のモンモスならそれが正解なんだ。ただこのチーム無理じゃねえか、それをすんの。このターンもフラタラからルビスとかした方が良かったかな。でもルビスしても間に合わないよ多分。でもさっきなんかそのパターンさっき見たんだって。やばいな。てかミッキーちゃん避けてくんない、マスターダブスキャッシュなんだから。いたダメだ、避ける気がしねえこいつら。ちょっと待って、ミッキーちゃんお前回避率アップの、ま、ちょ回避率 20% ぐらいあんだろ確か。ピーチクちゃんも避けるだろそれなりに、頼む君たちまるで避ける気ないな。あ、バギーは通る。まだだ。これはね、さすがに賢者の石。あ、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 ぶてるまーとってぶてるまーやったやったこいつ、こいつはやったわ。やったわ。あ、やった。ごめん、やった。ごめん、やったわ。鼻水出た。鼻水出たもん。ぶってるってもん。これがね、300回やってる人ですか。うわぁ、これ300回やってる人のプレイじゃないよ。おっと、相手の攻撃避けろ。なんか俺のミスもなかったことでした賢者の石でも死んでたかそう、賢者の石でも死んでたみたい。負け負け情けないわ